却。はい、ということで今回はおすすめカメラ設定について説明していきたいと思います。早速解説していきます。 OK、 これで改めて解説していきたいと思います。到着。それでは一つずつ見ていきたいと思います。まずは一番この左上、再生メニューから解説していきます。一番上に削除とあります。無視しましょう。次に再生フォルダ設定ですが、こちらオールとなっています。選択肢としては D5500 すべてのフォルダ、記録中のフォルダとありますが、すべてのフォルダとしましょう。理由はプロカメラマンの方がこれがいいと言っていたからです。次に再生画面設定です。これ何かと言いますと、ここのプレビューボタンを押した時にどのような画面を表示させるかという設定項目となります。見ていきますと、画像のみ、ハイライト、 RGB ヒストグラム、撮影情報、統合表示と5つの項目があります。機能を理解するためにそれぞれの項目を実際に見ていきたいと思います。すべてにチェックを入れます。団子が食べたいですよね。これで美味しい団子が食べられます。はい、ということで団子を撮影してみました。この団子ですが、2つ、プレビューボタンを押すとこのような画面、全画面で団子が映っています。これが画像のみの表示となっていまして、ハイライトというのが何かというと、これです。何も変わらないじゃないかと思うかもしれないんですけれども、明るい部分で白飛びしてしまっている部分が表示される状態のモードとなります。例えばですが、照明を撮ってみたいと思います。はい、電気を撮影してみたんですが、このように白飛びしている部分が点滅するようになります。ちょっとこの写真分かりづらいかもしれないんですが、例えば太陽の光など非常に明るいものが被写体として映った時に、その部分が白飛びしているよという状態を表してくるのがこのハイライトモードです。白飛びって何かと言いますと、成分が明るすぎて失われているという状態のものを白飛びと言います。反対に真っ黒のものを黒つぶれと呼んだりもしますが、ハイライトの部分が分かるのがこのハイライトモードとなっています。はい、ということで団子に戻ってきまして、次に確認するのが RGB ヒストグラムです。こちらですね。ヒストグラムって何かと言いますと、この色の成分だったり光の具合というものがこのゲージのような形で表示されるものをヒストグラムと呼びます。これが明るさのヒストグラムで、これが RGB、 レッド、グリーン、ブルーの色の状態となっています。ヒストグラムですが、初心者の方にはとっつきにくいので覚えなくていいですと言いたいところなんですが、この光の明るさのヒストグラムについてだけは少しだけ覚えておくと役に立つかもしれません。明るさのヒストグラムですが、これ何かというと、左側が黒い成分、暗い成分ですね。右側に行けば行くほど明るい成分となっています。こっちの部分までパラメーターが来ているものがあれば白飛びしているよと、こっちまで来ていれば黒つぶれになっているよと。例えばこの写真で言うと、この黒い部分が写っているのが黒で埋め尽くされてしまった黒つぶれの状態となっている写真となっています。写真を変えていくと分かりますかね。これ、ここ一番右側にゲージが最大値まで来ているのが、ここがもう白飛びしているという状態ですね。色の成分の情報が分かるのがこのヒストグラムの値となります。この白飛び、黒つぶれだけ確認できるので、そこの見方だけ覚えればこのヒストグラムは十分かなと思います。はい、次に行きましょう。次ですが、撮影情報となっています。撮影情報何かと言いますと、写真って実はいろんな情報が画像ファイルに埋め込まれています。例えばシャッタースピード、これで言うと80分の1秒であったり、F 値 F5 となっています。 ISO が280の設定となっていて、撮影モードが A モードとなっています。A って何かと言いますと、ここですね。A で撮影しています。そういった情報が一枚一枚の写真に実は情報として残されています。プラスマイナスとあるのが露出の設定ですね。ここで露出決めることができます。フォーカスレングスとありますが、これが焦点距離ですね。さっき撮ったのはこれです。ここが45となっていると45になります。レンズが 18-55 とあります。見えない。ああ、暗くて見づらい。18-55mm。と書いてあります。18-55となっています。 3.5-5.6、 これが F 値が 3.5 から 5.6 のレンズですよという情報が、こういった画像データに埋め込まれています。その情報を表示させるのが撮影情報のメニューとなっています。撮影情報については他のページにも行けまして、ホワイトバランスの値であったり、いろんな項目が情報として残っているものとなります。そして最後に統合表示がこの画面ですね。
まあ、一通り一度に確認できるのがこの統合表示となります。先ほどの明るさのヒストグラムもここに書かれていて、 F 値であったり ISO 焦点距離の情報もここで確認することができます。一度画面元に戻します。はい、ということで戻ってきました。再生画面設定ですが、じゃあこの5つの画面すべてあった方がいいのかというと、見たい情報だけあった方がいいかなと思います。僕の場合だと RGB ヒストグラムいらないです。撮影情報いらないです。じゃあどこで確認するか、統合表示で一通り確認できるかなと思います。ハイライトは白飛びしてないか確認できるので便利かなと思います。画像のみというのも、撮れた画像を人に見せるときに全画面で画像を表示させたいので画像のみも必要かなと思います。ですのでこの3つのメニューがあれば十分かなと思います。これで OK 決定とすると、再生ボタンを押したときに画像のみ、ハイライト表示、統合表示の3つが表示されて、 RGB ヒストグラムと撮影情報は表示されないという形になりますので、この設定がおすすめかなと思います。続きまして、撮影直後の画像確認、これは運がおすすめです。するですね。これ何かというと、撮影で写真を撮った後に、例えばこの美味しそうな団子を撮ります。そうしたときにこの画面が出るかどうかの設定ですね。個人的にはその方が便利かなと思うのでオンにしています。消費電力気にされる方はオフにしたり、確認するときはこのプレビューボタン自分で押すよという方はオフにするのがいいかなと思います。次に縦横位置情報の記録ですが、こちら何かというと、カメラを縦にして撮影したときにその情報を画像に残すかどうかという設定です。これはオンがいいかなと思います。むしろオフにする理由がありません。次に行きまして、縦位置自動回転、これオンにしていますが、これ何かと言いますと、縦で美味しそうな団子を撮ってみましょう。はい、今縦で撮ったんですが、再生ボタンを押した時に縦表示にしてくれるという、そういったメニューとなっています。これがオフになっていると、やってみましょうか。これがオフになっているとどうなるか、これでプレビューを押すとそのままの方向となります。この方が全画面で見せられるというメリットはありますので、好みになるかなと思うんですが、このまま使いたいタイプですので、個人的にはここはオンにしてます。オンにするとこのように自動的に縦変換されるという形になります。はい、続きまして、スライドショープリントしてレーティングとありますが、無視です。続いてスマートデバイスへの送信指定ですが、これすいません、ここでは無視させてください。あえて無視。はい、ということで再生メニューは以上となります。撮りてく。次に横へ行って撮影メニュー、はい、撮影メニューに来ました。撮影メニューのリセットは初期化したい時に使ってください。次の記録フォルダー設定ですが、確かデフォルトが100になっていたかなと思います。ここ100となっていますが、フォルダの番号を指定できます。これ何かというと、 SD カードがフォーマットされるとフォルダが作成されます。その中のフォルダの名前が100となります。こんな感じでフォルダの名前が、この部分が変わるかなと思います。知らんけど。次にファイル名設定ですね。こちらは JPEG ファイル名の頭3文字に何を使うか、デフォルトは DSC となっています。 DSC って何の略ですかね。はい、こんな感じですね。 DSC アンダー1234みたいな感じで、 JPEG のファイル名、ローのファイル名がこのようにつきます。使えるのはアルファベット大文字と数字だけです。複数機種を使う場合は、例えば機種ごとに種類を変えたり自由に決めてください。私は初期設定 DSC にしています。次に画質モードです。ここ何かというと、個人的に重要なローの設定ができます。初期設定何でしたかね、多分ファインとかになってると思うんですが、ファインだけだと JPEG のみの撮影となります。ローにするとローだけの撮影となります。ロープラスファインにするとローデータと綺麗な画像データとなりますので、この両方を保存するのがロープラスファインです。あ、思い出しましたが、そういえば SD カードなんですが、スピードの速いものを使うのがおすすめです。私が使っているものをちょっと取り出します。はい、私が使っているのはこの SD カードですね。サンディスクというメーカーの 128GB の SD カードを使っています。SDXC と呼ばれるフォーマット規格ですね。ここに 95MB とあるんですが、これが読み込みの速度となっていまして、ローデータって容量が大きいんですね。ですのでスピードが遅い SD カードを使うとカメラ自体の書き込み処理が遅くなってしまうんですね。例えばローモードで撮影をしているときに連続で撮影すると画面が黒くなって、なかなか次の画面に進まないということが発生してしまいます。 SD カード何でもいいやって意外と思っちゃうかもしれないんですが、それなりにいい SD カードを使用するのがいいかなと思います。
今はもうこれ随分安くなってきていると思いますので、僕が購入した時は2016年に6880円したんですが、今では170MB のタイプ、同じ容量 128GB で4380円となっていました。どちらも Amazon での価格となっています。128GB あれば十分かなと思いますし、価格をもっと抑えたい方は64GB だったり 32GB といったもうちょっと下のタイプを買えば当然価格下げられますので、ご予算ご事情に合わせて最適な SD カードを選んでみてください。はい、ということで戻りまして、画質モードはロープラスファインがおすすめですが、次に画像サイズ、こちらは L、M、S と選べます。それぞれ画素数を下げられます。下げてもしょうがないんで L がおすすめです。次にローの記録ですが、14bit、12bit とありますが、まあ高い方がいいので14bit にしましょう。これは機種によっては連写の速度が落ちるということがあるようですので、もし連写機能に影響する機種の場合は 12bit といった形でローの記録を変更するのもいいかもしれません。次に ISO 感度設定に移ります。これ超便利機能なのでぜひ覚えてください。一つ中に進むと ISO 感度、ISO 感度、これどっちの読み方がいいんですかね。 ISO で読んでみましょうか。 ISO の ISO 感度ですが100と設定します。これ何かというと自動的に感度を制御することができるんですけども、そもそも ISO 感度何かというと、低いと高画質です、高いと画質が悪くなります。これで言うと100が高画質です、25600が悪い画質です。じゃあ100の方がいいじゃんって思うじゃないですか。何かというと100にするとシャッタースピードが遅くなります。シャッタースピードを速くしたいときは画質を下げてシャッタースピードを速くするという仕組みにカメラは実はなっています。じゃあこの ISO 感度の設定って何かというと、自動的にコントロールする機能があります。感度自動制御とあります。これが今オンになっていますが、これがとても便利です。これをオンにしておくと設定値に応じて自動的に状況に合わせた最適な ISO 感度にしてくれるという機能です。制御上限感度とあります。最大値に僕はしていますが、例えばあまりにも悪い画質では撮影自体したくないという時は3200といった形で値をコントロールするのがいいかなと思います。じゃあ何で設定するのかというと、ここの低速限界設定という項目があります。ここで80分の1秒までしか下げないといった形にすることができます。望ましい形が、例えば今の明るさだと ISO 感度100の時に40分の1秒が適しているとなるんですが、ここまで下げずに80分の1秒をキープしたいという時に自動的に ISO 感度が100よりも高くなるというような制御がかかるものです。じゃあそもそもシャッタースピードってどういう風に考えればいいか皆さんご存知でしょうか。これなんですが、焦点距離よりも速い方がいいと言われています。意味がわからないですよね。説明します。このレンズで言うと18から55となっているわけです。ですので例えば一番短い18にした場合はシャッタースピードは15より下は良くないわけです。30分の1秒よりも速い方が望ましいと言われています。逆に 55mm とある部分、ここですね、ここを考えると50では遅いわけです。なので60分の1秒より速いと手ブレが少なくなります。手ブレを抑えるためにこの機能を働かせると考えていただいて大丈夫です。ただこのカメラ DX フォーマット、APS-C の本体となっています。 APS-C って何かというと、難しい話はしません。 1.5 倍に焦点距離が伸びます。どういうことかというと、 18mm とある場合は実際には 27mm の計算となります。意味わかんないですよね。でも意味なんてわかんなくていいです。とにかく 1.5 倍になると覚えちゃってください。なので30分の1秒より速いスピードが望ましいとなります。 55mm の場合は掛け算面倒、 87.5 となるので、余裕を持つと100分の1秒より速いのが望ましいと考えればいいかなと思います。なのでこのレンズだと最大値が 87.5 なので、100分の1秒と設定しておくと常に最適のシャッタースピードを維持してくれるといった機能になります。その中で ISO 感度がなるべく低いものとして自動設定されます。この状態一度確認してみましょう。この画面で見てみると、ここの ISO-A となりますが、これが ISO オートとなっています。
この部分が今125とあるんですが、明るさの状態に言うと500、400といった形で自動的に制御が変わります。これが ISO オートとなっているんですけども、この機能が非常に便利です。ここがシャッタースピード常に100分の1以上になるので、遅いスピードにはならない設定となっています。これが非常におすすめです。慣れてきた方は意図を持った時には構わないんですが、この機能おすすめですので、ぜひ ISO 感度最低に100にして自動にして、低速限界設定は自分が今使っているレンズに応じて設定値をコントロールするというのがおすすめです。ぜひ使ってみてください。では続いていっていきましょう。ホワイトバランスですが、私はオートとしています。なぜならロー現像をするので後で変えられるからです。もちろん JPEG で撮影していたり作り込んでいきたいという方は個別に設定するのがいいかなと思いますが、細かい設定をしているうちにシャッターチャンスを逃すのは嫌なので、後でロー現像の時にコントロールするという形で撮影しています。オートが個人的にはおすすめです。続いてピクチャーコントロール、これがスタンダード、ニュートラル、ビビットといろんな機能があるんですが、ここはもう個人的にはスタンダードで大丈夫です。これもロー現像の時に設定できます。またロー現像するときは後処理を考えてスタンダードにしているという事情もあります。なるべくフラットな状態にしておくと後で調整がしやすいというところもありますし、キャプチャー NXD を使えば最新機種の Z7、Z6、Z50 にあるクリエイティブピクチャーコントロール機能がここにはないですが使うことができます。なのでロー現像の時にピクチャーコントロール触った方が幅が広がります。ですのでここではスタンダードで触ることは基本的にはありません。クリエイティブピクチャーコントロールについては以前の動画でも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。ピクチャーコントロールについてはこのカスタムピクチャーコントロールという機能を使えば、いろいろ設定値保存することができるようですので、お好みに応じて使ってみてください。続いて色空間に移ります。 sRGB とありますが2種類あります。 sRGB、Adobe RGB とありますが、 sRGB で個人的には設定しています。 Adobe 機器いっぱい持っている方で詳しい方は Adobe RGB にしてください。 sRGB の方が汎用性が高いそうです。知らんけ。続いてアクティブ D ライティングです。これ何かというと、明るい部分と暗い部分を差を埋めてくれるという機能になります。個人的にはあんまり明るいところと暗い部分はっきり写真よりも見やすい写真が好きなので、より強めとしています。これお好みで設定してみてください。そもそもロー現像時に設定できるので、あまり個人的には重要ではないかなと思います。 HDR 撮影、現在のカメラでは選択できません。なんでやねん。続いてレリーズモードですね。レリーズって何かっていうと、撮影するシャッターを切ることをレリーズと呼んだ、レリーズと呼びます。一コマ撮影とあるので、シャッターボタンを押すと一回だけ撮影するという、そんな状態なんですが、これを連続で撮影したいとき、高速連続撮影にすると自動的に複数枚撮ってくれるといった、そんな機能となります。個人的に使えるのはこのセルフタイマーという機能ですね。これを押すと、はい、今セルフタイマーモードなんですが、ポチッと押すとこの部分が点滅します。今10秒としているので10秒後に撮ってくれます。これが5回設定されてます。あと3回、あと2回ですね、あと1回です。はい、こんな感じで複数枚撮影することができるのがセルフタイマーモードとなっています。セルフタイマーの細かい設定については別メニューであるので後ほど説明します。リモコンでシャッターを切れる MLL3 というものを持っている方はこれを使えば設定できるそうです。私は持ってないのでわかりません。セルフタイマーですが、これ便利なのが、三脚立てた時に長秒露光にも使用することができます。説明は後でします。続いて長秒時ノイズ低減ですが、強めにしています。これもノイズの処理なのでロー現像時になんとかなるかなと思います。 JPEG に影響するかなと思うので、とりあえずオンにしています。高感度ノイズ低減、これも同じですね。強めすると入って出ますね。強めに設定してますが、これもノイズ部分はロー現像時になんとかなるかなと思っちゃってます。はい、次にビネットコントロールというのがあります。なんか難しい単語出てきました。意味わかんないですよね。これ何かというと、撮影した時に写真の周りが黒っぽくなることがあります。その部分を補正するといったものがこのビネットコントロールです。念のため標準ぐらいには設定しています。次に自動歪み補正ですね。これ何かというと、広角レンズを使用するときに周辺が歪んでしまうという事象が発生するんですけども、それをなるべく補正するというものですね。とりあえずオンにしてます。インターバルタイマー設定ですが、タイムラプス撮影的機能なものですね。これ設定
定がちょっと難しい感じなんですが、ここでは説明しません。タイムラプス撮影をしたい時に設定することができます。例えば三脚を立てて15秒間隔で撮影したい時、そういった時にこの機能を使います。次に光学手ブレ補正ですが、これオンとしています。何かというと、レンズには手ブレ補正機能がある。手ブレ補正はニコンでは VR として表示されています。キャノンも IS だったかな、 VR として書かれているものが手ブレ補正となりまして、これが本体側で設定するときにここをオンにします。レンズ側で設定、実は AFP レンズは簡素化しているのかないんですよね。スイッチが、物理スイッチがないレンズの場合はここを光学手ブレ補正をオンにするといいかなと思います。動画設定ですが、ここでフレームレートの設定、例えばフルハイビジョンの設定でフレームを60フレームとするか、30フレームとするか、24フレームとするのか、またただのハイビジョン SD とするのかというものをここで設定することができます。個人的にはこのヌルヌルっとした今ご覧いただいている60フレームが好きなので60フレームにしています。映画っぽく、シネマっぽくしたい場合はここ24フレームにすると見た感じ映画っぽい感じになります。これ1秒間に何コマ表示させるかといったものとなります。動画を撮りたい方は参考にしてみてください。画質も高画質標準と選べまして、基本的には高画質がいいかなと思います。容量を軽くしたい方は標準にしてみてください。録音はオートかマニュアルで設定できます。個人的にはオートです。外部マイクとか使う場合はマニュアルがいいのかもしれないです。風切り音低減ですが、ゴーッと音がすることがあるので、なるべく減らすのがいいかなと思います。マイクはここについてます。オンにするのがいいかなと思います。動画のマニュアル設定については知らんということでよくわかりません、ごめんなさい。撮影メニューは以上となります。ポリテク、どんどん行きましょう。カスタムメニューについてです。これ項目が多いんですが、一つずつ頑張ってついてきてください。オートフォーカスについてです。 AFC モードの優先とありますが、レリーズフォーカスとあります。これ基本的にレリーズにするのがいいかなとプロカメラマンの方が言っていました。フォーカスにするとフォーカスが迷っちゃうことがあるそうです。知らんけど。 AF 点数切り替えですが、これが39点まで対応しているカメラなので39点がいいかなと思います。11にするとアバウトな感じでオートフォーカスのポイントを選ぶことができます。内蔵 AF 補助光の照射設定とありますが、確かフォーカスを合わせるときに光を放つ設定となります。暗い場所で複数人で撮ってるときとか光の具合変わっちゃうので、あんまりしない方がいいかなと個人的には思ってます。フォーカスエイドインジケーターですが、ファインダー内でのフィントのズレ具合を確認できる機能とのことで、 F5.6 以下のレンズで使用することができるそうです。 AF 設定時のフォーカスリング操作とありますが、ここのことですね。ここがマニュアルでのピント調整となるんですが、これを使うかどうか、使いたくない場合は無効にしましょう。使う場合もあるのでオンにしています。露出設定ステップ幅とありますが、これですね、ここの露出設定ですね、ちょっとやってみます。今3分の1となっているんですが、その場合は、はい、露出ここです。3分の1の場合はダイヤルを回すと0.3、0.7、1となります。3分の1段ずつとなるんですが、これが2分の1段の場合どうなるかというと、0.0 の次が 0.5、1.0 となります。2分の1個ずつ変わるのか、3分の1個ずつ変わるのかという設定値です。細かく変えられる方がいいので、3分の1段がおすすめです。次に、ISO感度表示です。何が変わるかというと、このファインダーの中で、ああ、見えない。見えない。これどうやって撮影すればいいんでしょうね。見えるか、頑張れ。おお、見えた見えた見えた、すげえ。あ、コントロールが難しい。コントロールがあれ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 、あった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 、ここで ISO とかなんかいろいろ書かれてるんですよ。ファインダーの中にいろんな項目書かれているんですが、ここの部分で ISO 感度を表示するしないの設定値が、あ、疲れた。ピンボケ。はい。オンかオフかという設定値になります。オンにしておいた方がいいかなと思うので、とりあえずオンに設定しちゃいましょう。次に、半押し AE ロックという機能ですね。AE ロックって何か知ってますか？アートマティックエクスポージャーの略です。なのこっちゃ。明るさの補正のことですね。半押しをすることで、露出の具合を固定できるという機能ですね。とりあえずオフにしちゃってます。オンでもいいかもしれないですね。固定したい場合は、オンにしてください。
次にパワーオフ時間ですね。これはノーマルとしていますが、何も触らない時に自動的にオフとなる機能かなと思います。省電力なるべく抑えたい方は短めとしたりカスタマイズで設定するのがいいかなと思います。僕はあまりこだわりがないのでノーマル標準としています。次にセルフタイマーですね。これ重要です。リリースのところからセルフタイマーの設定をしちゃうんですが、ここで時間の設定を変えることができます。今10秒となっているんですが、例えば2秒でやると押してから2秒後でもう撮影が始まると。2秒何が便利かというと、リリースのケーブルを忘れた時に三脚を立てて毛ぶれが起きないように撮影することができます。例えば夜の写真、光線を当てたようなこんなような写真ですかね。こういう写真を撮りたい時とかはリリースケーブルがなくても忘れちゃった時とか持っていない方でもセルフタイマーを使うと撮影することができます。10秒ぐらいにすると三脚を立てて集合写真を撮りたいとかに便利かなと思うので、いつもは10秒ぐらいに設定しています。撮影コマ数とあるんですが、先ほどご覧いただいたように撮影が始まってから複数枚撮影してくれる機能です。最大9コマまで設定できますので、お好みで設定してみてください。中間で5コマぐらいにしています。この機能をレリーズ側のセルフタイマーと合わせて活用してみてください。次にリモコン待機設定とありますが、MLL3 持ってないので分かりません。ごめんなさい。露出リレーモードですが、手ぶれがすごいシビアになってくる。例えば超望遠レンズを使った三脚の撮影とかでミラーアップがされた状態で撮影ができるというモードとなっています。これ意味が分かんないかもしれないんですけど、一眼レフカメラって一眼レフということで鏡が中に入ってるんですね。その部分がカシャッと動くことによってブレが発生してしまうというシビアな状況がございます。そんな時にこのリレーモードを使うとミラー内でのブレを抑えるという機能だそうです。オンにするとシャッターが、はい、こんな感じで撮影になるので、ミラーショックを抑えたい時だけオンにするのがおすすめです。普段はオフでいきましょう。連番モードオンとなっていますが、これ何かというと撮影していくとカメラの写真にファイル名がついていきます。これが数字が0001がスタートとなるんですが、それがどんどん23456と数字が増えていく形となります。これがもししないとなっていると、メモリーカードとかを抜き差ししてデータを移行した時にまた1番から始まるというものがしないとなります。するにしておくとデータを例えばハードディスクでレコーダーじゃないハードディスクに移し替えた後も続きの番号から進んでいくので、個人的にはするにしています。リセットとすれば連番をまた1番から始めるということになります。しないにすると常にリセットという形ですね。個人的にはオンにしています。ファインダー内格子線表示、あれなんでオフになってんだ。するにすると、またいけるかな、よいしょ、はい、こんな感じですね。格子の線が見えてるのは分かりますかね。ここの縦横の線ですが、これを表示するかしないかの設定になります。この格子線表示をオフにすると、よし来た、はい、線が消えてるの分かりますかね。これ水平とか構図のバランスが取りづらくなっちゃうので、いつもはオンにしているんですが、なぜかオフになってました。ということで格子線はオンにするのがおすすめです。次に日付の写し込み設定ですが、オフにしましょう。これ今時こんなの入れる人いるんですかね。写真の右下に日付時刻埋め込んじゃおうっていうやつですが、画像の中に入り込んじゃうのでこんな機能はいりません。エントリーモデルにしかこの機能多分ないと思いますので、迷わずオフにしちゃってください。次にインジケーターのプラスマイナス方向とあります。これ何かというと、ここですね、この部分がプラス右側マイナス左側となってるんですが、左右を変えられます。左をプラス右をマイナスにするか、左をマイナス右をプラスにするか、個人的には右の方がなんか数字が上がってくイメージかなと思うのでこれにしちゃってます。これにした後にさらに別の項目なんですが、ダイヤルの方向も左右変えられますので、もしかしたらですが他メーカーからニコンに変わってきた方は他メーカーもしかしたら反対っていうこともあるかもしれないので、お好みで変えてみるのはいいかも知れません。次に内蔵フラッシュ発光ですが、TTL モードとマニュアル発光モードとあります。TTL っていうのが自動で明るさを調整するモードとなって、マニュアルが自分で光の強さを調整するモードとなっています。内蔵フラッシュを使うレベルでは TTL で十分かなと思います。外部ストロボを使うときはマニュアル発光も使っていくことがあるかなと思います。次にオートブラケティングのセットとあります。オートブラケティングとか使いますかね？ブラケット撮影っていうのが複数枚、3枚ぐらい撮って明るい、普通、暗い写真を撮って後で適切に調整するという機能ですね。個人的には使わないのでそのままとしています。FN ボタンの機能ですが、FN ボタン、ファンクションキーのことです。
ファンクションキーどこにあるかというと D5500 だとここにあります。ここのボタンを押しているときに他の機能が使えるよという機能ですね。私は ISO、ISO にしてます。 ISO 感度ってこの画面からだとここにあるんですが、インフォボタン、この I ボタンを押してここに飛んで数字を選ぶとなるんですが、結構手間がかかっちゃいます。それを FN キーファンクションボタンを押しながらダイヤルを回すことで、 FN を押すともうここが黄色になるんですね。この状態で右に変えると ISO 感度をここで選べるので、露出はここにあるわけです。今 A モードですので絞りはこのまま変えられます。 F 値が変わります。 ISO は今 ISO オートにしているので F 値に応じて自動的に ISO も変わりますと言いつつも、手動で ISO 感度を変えたい場合は FN キーを押すことで手動で設定することができるという、そんな感じですね。なので個人的には FN ファンクションキーには ISO 感度を設定するのがおすすめです。今の Z7、Z6 とかはこのレンズのこのあたりに FN ファンクションキーがあると思うので非常に便利かなと思うんですが、このモデルはここに1箇所だけあるという感じですね。もちろん用途に合わせて自由に設定していただいても問題ありませんが、ポリテク的には ISO 感度となります。次に AEAF ロックボタンの機能です。これ何かというと、ここですね。このボタンに何を当てますかというものです。AE ロックが露出のロック、露出を固定する。AF ロックがオートフォーカスをロックするという形になります。ここを押し続けながらシャッターを切る。まず半押してピントを合わせるじゃないですか。この押しそうな団子。団子にピントを合わせて、例えばこっち側に半押しをすると、当然ピントが団子じゃなくなるんですけれども、ここで一度ピントを決めた後に AEL、AFL ボタンを押し続けながらだと、こっちに半押しをしたときにピントが変わらなくなる、そういった機能となります。初心者の方なかなかこのボタン気づかないかなと思うんですけども、オートフォーカス一度ピント合わせそこから動かしたくないよというときは、ここを押し続けながらシャッターを切ることによってピントが変わらなくなります。また個人的にはこっちの方が好きなんですが、もう一つのやり方があります。それは何かというと、親指 AF という機能を使うことができます。何かというと、このボタンでしかオートフォーカスは行わないという設定です。ちょっとやってみます。一番下に AF オンという機能があります。これにすると親指を押した時にピントを合わせる。半押ししても何の反応もしなくなるんですね。こうするとここはもうピントボタンになるんですよ。ピントを合わせるボタン、この方がやり方シンプルになります。ピントを合わせる、シャッターを切るという風になるので役割が明文化されるので、この方が実はミスが少なくなるかなと個人的には思います。親指 AF と呼んでるんですが、この方が便利です。ただ私の場合はあえて使っていません。それなぜかというと、このバッテリーグリップにはシャッターボタンはあるんですが AF オンボタンがないんですね。ということは縦位置グリップを使った時は半押しでしかできなくなるという、縦だと半押し、横だと親指 AF となると不便かなという、そんな事情のためにバッテリーグリップを使うことを考慮して D5500 を使う時は親指 AF を、D5500 を使う時にはこの AEL、AFL ボタンをそのままとしてあえて使用しています。露出だけを固定する、フォーカスだけを固定するといったことも可能なのでお好みで使用してみてください。次にタッチ FN 機能、これ D5500、D5600 で使える機能なんですが、何かというとフォーカスポイント移動とあるんですが、なんかメッセージが出てきますね。タッチ操作を有効に、インフォ画面の自動消灯もスルーにしてくださいとあります。従いましょう。セットアップ、ここセットアップメニューです。ここから自動消灯をするにします。そうすると何が起こるかというと、ここセンサーがついていて、普段だとファインダーを覗くところだと思うんですけど、こうすると画面が消えるんです。暗くなる、離れると明るくなる。それに合わせて暗い状態だとこの画面を触ることによってフォーカスポイントを変えられる、そんな機能となっています。画面の右半分がオートフォーカスのエリア設定となるので、タッチパネルならではかなとなります。ただこれ D500 とかでは確か非対応だったかなと思うので、このモデル5500、5600で使える機能となります。ただこの自動消灯をオンにすると何が起きるかというと、これですね。割れちゃった。取り扱い優しくしましょう。ここの部分が取り付けるときに欠けてしまいました。痛い出費でございます。これを使うときにここを入れるとですね、割れて入れづらい
はい、一応割れても使えますね。こうするとここの部分が常に来るんですよ。ということは画面が常に自動消灯になってしまうんですね。顔が常にファインダーに近づいてて同じ状態になるので、画面がずっと暗いままとなっちゃうんです。今も全然明るくなりません。これでは困るので、この接眼アイピースを使う方は自動消灯をオフにすることでタッチ AF も無効になります。インフォボタンで手動で明るくしたり暗くしたりもできますが、基本的にこの電源をつけると明るくなる。そして明るくなり続けたまま、ここに近づこうが何をしようがついたままとなる、そんなモードとなっています。これを使う都合でタッチ AF に私は使えません。次にこのコマンドダイヤル回転方向の変更とあります。これは何かというと、先ほど露出設定でプラスとマイナスの画面を反対にできるといったものがありますが、ここでダイヤルを右に回すと左、右に回すと右といった形の設定を反対にすることができます。シャッタースピード絞り値の設定時も同じように左右を入れ替えることができます。他社から乗り換えた方はもしかするとこれが便利になるかなと思うので、先ほどの露出の部分と合わせて活用してみてもいいかもしれません。はい、カスタムメニュー長かったですが以上です。トリテク、次にセットアップメニューですね。カードの初期化、これは初めて SD カードを使うときにフォーマットしてから使ってねという機能ですね。次に画像コメント、著作権情報とありますが、個人的に不要なので使いません。地域と日時、日付の指定ですね。東京、ソウルとありますが、日本に住んでいる方はここですよね。日本以外の方いたらぜひコメントください。続いて言語ランゲージとありますが、英語が得意な方はイングリッシュにしていただくといい感じになります。おすすめです。次に電子音ですね。これはピント合わせるときにこんな音がします。お好みで高い音と低い音、はい、使いたい方は使ってください。僕は無効にしちゃいます。次にタッチ操作ですね。これを有効にしておくと先ほどのタッチ FN が使えます。またはこの D5507 でのこのページの切り替えとかできますので、タッチパネルをオンにしておく方が便利かなと思います。スマホの時代なのでオンにしちゃいましょう。モニターの明るさですね。画面の明るさ、明るくすることができます。下げることもできます。多分下げると消費電力が落ち着くんじゃないかなと思いますが、個人的にはゼロにしてます。デフォルトです。インフォ画面デザイン、これ絶対クラシックの方がかっこいいですし見やすいです。最初確か僕の記憶だとグラフィックデザインになってたかなと。この画面ですね、エントリーモデル購入当初この画面だと思うんですね。これがシャッタースピード、F 値、ISO 感度となっていまして、初心者にとっつきやすく作られているのかなと思うんですけれども、カメラが分かってくるとここの部分が数字がはっきり見える方がいいかなと思います。クラシックデザインにすることによってこの画面ですね、確か D750 とかもこの画面かなと思うので、正直この画面の方がかっこいいと思います。かっこよさ重要なのでこっちの画面にしちゃいましょう。オート、シーン、エフェクツモードとある場合、ここですね、ここの部分の場合とこっちの部分の場合によってデザインをそれぞれ変えられるようなんですが、このエフェクツとかオートとか今は使わないんですが、使いたての頃はオートで撮影されている方多いと思うんですけども、分かってくると A モードとかマニュアルとかシャッタースピード優先、この3つを使うかなと思うので使わなくなってくるかなと思います。 A モードおすすめなのでまた解説したいと思いますが、絞り優先モードで撮影するのがおすすめです。はい、ということでインフォ画面デザインはクラシックがおすすめです。次にインフォ画面の自動表示ですが、真っ暗のままよりも明るく表示された方がいいかなと思うのでオンにしています。自動消灯は先ほども説明しましたが、接眼アイピースを使う方は画面近づけるとずっと暗いままとなってしまうので、もし使う方はオフにしてください。使わない方は、タッチ AF も使えますのでオンにするのがいいかなと思います。次にイメージセンサークリーニング、これ何かというとセンサー部分を掃除してくれる機能です。これ実は Z50 に搭載されていない機能なんですよね。 Z6、Z7 はあるんですが、センサー部分にホコリがついているものを取っ払ってくれる機能です。ちょっと実行ってやってみましょうか。はい、イメージセンサークリーニング実行中とありますが、これで掃除してくれるそうです。掃除したホコリってどこに行くんですかね。ちょっとわかる方いたら教えてください。普段だと電源スイッチに連動とあるんで、電源をオンにしたりオフにすると自動で実行してくれるという状態になってるかなと思います。これで十分かなと思うので、基本的にわざわざ設定することはないんですが、ホコリがついていると何が起こるかというと、 F 値を高くして撮影した時にノイズが乗っかっちゃうので、ゴミを取り除くことによってゴミが映らないようにするので、レンズ交換の時に皆さん気をつけて交換してみてください。変えるときは本体を下にして交換するとホコリが入りにくいです。ミラーアップ、ん、なんだこれ、ん、 A モードで F 値が変わらない、もしかして
変わった。ちょっと衝撃な事実なんですが、今これバッテリーが切れた状態だったんですが、 F 値が動かなくなっちゃいました。バッテリーで影響するんですね。まだ完全になくなっていなくても、ちょっと意外な状況でした。はい、というわけでセンサーどこにあるかちょっと見てみましょうか。レンズを外してここにミラーがあるわけなんですが、ここに跳ね返ってここのファインダーから覗けるっていう仕組みに一眼レフカメラはなっているんですけども、ミラーレスはここ自体がもうセンサーです。センサーってどこにあるのかというと、このミラーの奥側に隠れているわけです。ミラーアップという機能を使えばこの鏡を上げることができますので、ちょっとやってみましょうか。はい、この下にクリーニングミラーアップとあるのでちょっと実行してみます。これはミラーを上げてクリーニングをしたい時に使う機能です。初心者の方はやらない方がいいかなと思います。専門の方に掃除を依頼しましょう。センサーが傷つくとカメラ死んじゃいますので。開始通します。シャッターボタンを押すとミラーが上がり、シャッターが開きます。いきます。開きました。見えますかね。これがセンサーです。このセンサーが被写体を映しているという感じですね。この大きさが APS-C サイズとなっていて、フルサイズ機と呼ばれるものがこのセンサーの大きさがもっと大きいんですね。マイクロフォーサーズというものはもっと小さいです。ここのセンサーサイズが小さいことによって被写体がニコンの場合は 1.5 倍となる、そんな仕様となっています。キャノンは 1.6 倍となるそうです。はい、ミラーアップ動作中となっているので電源を落とすことによって終了したいと思います。電源を切ります。これおー、また鏡の状態に変わりましたね。レンズ交換の時とかはなるべくカメラを下向きにしてレンズを交換すると、少しでもホコリが入りにくくレンズ交換をすることができるので、レンズ交換は慎重に行うのがいいかなと思います。はい、そんな感じでイメージダストオフデータ取得とあります。これを開始にするとキャプチャー NXD を使うときに役立つという機能ですね。僕使ったことないんですけれども、ノイズデータをデジタル的に比較をしてその部分をノイズを削除するといった機能だったはずです。違ってたらごめんなさい。詳しい方いたらぜひコメントくださいませ。はい、次にフリッカー低減とありますが、これは 50Hz、60Hz と地域によって周波数帯が違う時にフリッカーが出てしまうところを抑えるためのものです。オートでいいかなと思ってるのでオートにしています。次にカードなし時レリーズとありますが、これ何かというと SD カードが入っていない時にシャッターが切れるかどうかですね。ちょっと試してみましょうか。はい、メモリーカード未挿入となっていてシャッター切れません。入れると当然シャッターが切れます。レリーズ禁止でいいかなと思いますが、意図的に何かしたい場合はレリーズ許可でいいかなと思います。カメラなんですが、実はカメラ本体が消耗品となっていて、シャッターを切れる回数というのが実は決まっているそうです。エントリーモデルは確か10万回だったと思うんですが、プロ機とかだと40万回ぐらい撮影できるらしいんですが、なるべくカシャカシャしすぎないようにするとカメラの寿命がちょっとだけ伸びるかなと思うので、レリーズ禁止にしておくのがいいのかなと思います。次にビデオ出力ですね。NTSC PALとありますが、日本は NTSC なので NTSC にしておくのがおすすめです。ヨーロッパは確か PAL を使ってると思うんですが、確か25フレームとか1秒間に日本は 29.97 フレーム30コマなんですが、ヨーロッパとかだと確か25コマで映像が作られていると思うので、海外にお住まいの方は PAL にしてみてください。 HDMI ですが、 HDMI 端子ここにありますね。ほい、外部出力するときの設定です。出力解像度最高にしておけばいいのかなと思うんですが、1080のプログレッシブにしておくのがおすすめです。機器制御をしたい場合はする、必要に応じて使ってみてください。アクセサリーターミナル、ちょっとよくわからないのでこの辺にテロップでも出しておきます。ごめんなさい。次に Wi-Fi ですね。 D5500 は Wi-Fi でスマートフォンに画像を飛ばしたり、スマートフォンと通信をしてシャッターを切ることができます。スマホ側でアプリがありますので、それを使って接続をすると撮った JPEG データをスマートフォンに送ることができますので、必要に応じて使いましょう。5600だと確かスナップブリッジ、最近の機種だと使えると思うんですが、それを使うと簡単に接続することができるので、この D5500 はその一歩手前ということで Wi-Fi を接続して手動で転送するといったそんな仕組みになっています。そして認証マークの表示、これ重要ですよね。はい、皆さんご覧ください。認証マークが表示されています。終わりです。はい、ファームウェアバージョンですね。ファームウェアが 1.02 となっ
ています。 L2.018 となっていますが、 D5500 の今最新版がこちらとなっていますので、お使いのカメラのファームウェアが最新かどうかオフィシャルサイトを見ながら確認してみるといいかと思います。ファームウェアが最新になっていると機能が改善されていたり、特に Z シリーズとかだと瞳 AF とかが増えていますので、ぜひ実行してみてください。ポリテク。セットアップメニューが終わりまして、この画像編集メニューというのはカメラ内でロー現像とかいろいろ加工を加えたい時に使うものですので、個人的にはキャプチャー NXD とか Adobe Lightroom を使うのがいいかなと思うので全く使いません。使う方がいたらコメントください。ポリテク。最後、この左下のマイメニューですね。マイメニューは2種類のやり方があります。このタブの機能変更と押すと、マイメニューもしくは最近設定した項目とあります。最近設定した項目にすると、使ったメニューが履歴で出てきて、マイメニューにしておくとよく使う機能を自分で登録することができます。これがおすすめです。使い方はマイメニュー登録というものを選びます。そうすると、再生メニュー、撮影メニューと先ほど言ってきたメニューがここに出てくるんですが、例えば再生メニューをよく使う機能を登録しておきます。僕の場合だと再生画面設定とありますが、これを登録しておくとマイメニューの中に再生画面設定、ここにあります。これ順番も入れ替えられるので、よく使う機能などをここに登録しておくと非常に便利です。僕なりのおすすめ、せっかくなので紹介しておきたいと思います。上から感度自動制御とありますが、これが ISO 感度の設定の自動で行うか行わないか、基本的にはするとしていますが、三脚を立てて ISO 100で撮りたい、そういった時にはしないに変えて、 ISO を自動化したい場合はするに戻すといった形で、よく切り替えを使うものをマイメニュー登録をしておくといいかなと思います。 ISO 感度設定ですが、ここでは低速限界設定ですね、先ほど説明をしたレンズの焦点距離に応じてここの低速限界の設定をコントロールすると、レンズで例えば単焦点の 50mm であればそこから 1.5 をかけると 75mm となるので、80分の1秒にしておくと手ブレが起きにくい、そういった形になります。ただこの低速限界設定をここの画面に持ってくることができないので、その1個上の ISO 感度設定をここに設定しています。 Wi-Fi は Wi-Fi 機能で画像を飛ばしたい時とかに切り替えて使ったりするので、ここに持ってきています。セルフタイマーですが、10秒となっているもの、また撮影コマ数も切り替えることが多いので、ここでリリースケーブル代わりに使う2秒としたり、三脚で集合写真を撮るときの10秒としたりと切り替えるときにここから切り替えています。 AEAF ロックボタンの機能は、ここ親指 AF か親指でロックするか、この機能の切り替えに使っています。バッテリーグリップを使わないときにはここを親指 AF にすることもありますので、ここで切り替えられるようにしています。再生画面設定ですが、冒頭で説明した画像ハイライト統合表示としていますが、切り替えるときが時々ありますので、ここでも一応設定できるようにしています。リリースモードとありますが、 D5500 の場合はセルフタイマーが終わった後になぜか元のモードに戻ってしまうと、例えば集合写真を撮るのにちょっと失敗してもう一度撮りたい時とかはまたセルフタイマーに戻す必要があるんですね。ちなみにこのリリースモードの切り替えは物理ボタンで、カメラのここですね、左下の部分からも変えることができるんですが、ちょっと意外と見落としがちというか、触っていて間違って FN を押してしまってどこにあるんだってなることがあるので、念のためマイメニューにも登録をしています。光学手ブレ補正ですが、 AFP レンズには物理スイッチがないので手ブレ補正を切りたい時に切り替えられるようにマイメニューに設定しています。手ブレ補正を使わない時ってどういう時かというと、三脚にカメラを設定する時に手ブレ補正機能、この VR が搭載されたレンズの場合だと三脚と相性が悪くてうまく動かないことがあります。三脚を使ってカメラで撮影する時は手ブレ補正をオフにすることが必要ですので、ここからオフにしたりオンにしたりして切り替えています。間違った時にはここで項目の削除であったり、順番を入れ替えたい時はここで順序変更もできますので、マイメニューの自分なりの使い方ぜひ活用して使ってみていただければと思います。そんな感じですごく時間かかっちゃいましたが、メニューの説明は終わりにしたいなと思います。疲れた。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は D5500、 あ、忘れてた、取りてく。皆さんこの部分ってどうしてますかね。購入したカメラによっては最初からこんなケースが付属していることもあると思うんですが、確か僕の記憶だと D5500 を買った時ここキャップついていなかったような記憶なんですよね。このキャップないと、例えば雨が降った時に電子接点と一応なっているわけですから、ここにはストロボとか接続することが多いんですけれども、この部分をカバーするものとしてこんな
キャップがあります。型番が BS1 とあります。はい、 BS1 もしくはですね、やった、ちょっとでっかいこんなのもあります。ちょっとこっち高いです。これが BS3 というモデルですね。 BS1 と BS3 の2つがありますが、これをはめることによってここの電子接点をカバーしてくれます。これすっごい安いんですよ。150円ぐらいで買えちゃうんですね。付属されてなかった方はぜひ Amazon でポチっちゃってください。これを、はい、こんな感じですね。ここにキャップとして埋めると電子接点守れるかなと思いますし、150円程度ですのであった方がかっこいいかなと思います。これ特にニコンにこだわらずキヤノンだったりソニーとかでも使えるサイズになってると思うので、なってなかったらごめんなさい。150円ですので試してみる価値はありかなと思います。もし各メーカーから出ていれば純正のものを使ってみるのがいいかなと思うので、キャップ BS1 ぜひ導入してみたらいいかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はニコン D5500 を使ってメニュー画面の説明を一つずつ行ってみました。初心者の方はカメラの初期設定がよくわからないかなと思いますし、上級者の方でも意外と知らない機能もあるのかなと思いましたので、一通り D5500 にある機能をベースに説明してみました。最新機種だと D5500 にはない機能があったり、また反対に D5500 にしかない機能があったりするかもしれませんが、大まかには変わらないかなと思いますので、ぜひこちらの動画を参考にした上で各お持ちのカメラを見直してみてはいかがかなと思います。もしチャンネル登録まだの方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録また高評価いただけたらとても嬉しいです。コメントをいただけたらとても喜びますので、ぜひコメントもお待ちしています。ありがとうございました。またねー。